閉店55分前からでもホールに夢はある。閉店チャンス司会のピスタチオ田中でございます。こんばんは。前回ですね、動画アップされまして、ちょうど私こう来る前にね、コメントを読ませていただいたんですけども、すごいありがたいコメント多かったです。はい、復活おめでとうと、いやもうとんざしないように応援するねというコメントもあってね、本当にありがたかったです。で、一個だけね、めちゃめちゃ的を得てたコメントがあったんですね。出ますかね。汚いと。マジでその通り。一番ここの心に響きました。確かにと。私も思ってました。閉店チャンスになんか足りない部分、パーツがあるなっていうふうに僕も思ってましたんで、今日はちゃんとした姿で皆さんの前でパカらしていこうかなと思います。装着！いや、お待たせしました。ようやくですかね、3年ぶりですかね、もう元の姿に、本来の姿に戻ることができました。どうも、ピスタチオ田中でございます。今日はね、前回が不甲斐ない結果やったんで、2ポイントでフィニッシュしてるんで、全然足らない。このペースだとね、全然足らないんで、もうこの姿でしっかりと皆さんにペカリを、ポイントを稼いでいきたいと思いますんで、よろしくお願いします。で、本日実践させていただくホールさんなんですけども、いつも通りですね、埼玉県川越市にある東宝川越店さんでございます。それではね、早速店内に入って実践台を決めていきたいと思います。閉店！いや、なんかやっぱしっくりきますもんね。閉店！チャンス！さあ、店内に入ってまいりましたけども、本日も実践台をですね、空き台の中から探していきたいと思います。レッツゴー。うわ、どっちにしよう。この129分の1か、こっちなんですよね。どうしようかな、27の21で135分の1、霊化がこっちの方がいいんですよね、多分ね。うわ、どっちにしよう。ちょっと悩むな。うわ、すげえ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 、いいなぁ、いいなぁ、めっちゃペカってるやん。やっぱね、こっちにしますわ。あの回転数は向こうの方がいいんですけど、やっぱレギュラー確率信者としてはこっちの方がね、若干レギュラー確率がいいんで、この台で実践スタートしたいと思います。さあ、閉店55分前になりましたので、打っていきます。いきましょう、てったらてってい。いやー、コメント見ましたよ、皆さんありがとうございます。めちゃめちゃね、多く閉店チャンスにしてはというか、こんなコメント書いてくれるんやと。あと、まあ喜ばしいコメントも多くね、中に何だったっけな、まあ、ぜひ目標ポイントまで達成してください。応援します、ありがとうございます、ね、こういうね、もうポジティブなコメントしかないわけよ。あとはね、ダジマーさんとキャプテン木村さんと二流さんのゲスト待ってます。ゼッツな、キャプテン渡辺さんと被ってない、ゼッツな、ゼッツ木村な。でもね、ゼッツさんのコメントめっちゃ多くて、まあ見てくれてるかわからんけども、この動画をゼッツさんのことだから絶対見てないと思うし、見てるとするならば、ちょっとぜひ、今名古屋にいて忙しいと思うんけども、やっぱ東京に戻ってきた時、まあ帰省した時に、まあ一緒にできたらいいななんても思ってますよね、はい。いや、まあでもとにもかくにも、やっぱ閉店チャンス復活できて僕は嬉しく思ってるわけで、やっぱね、どうにかこの104ポイントっていうのを達成して、まあ閉店チャンスとはみたいなところもみんなに見せたいし、まあ夢あるところね、見せたいし、あとはまあ視聴者プレゼントもあるみたいなんで、そこもね、頑張って104ポイント達成してみんなに届けれたらなっていうふうに思ってます。あとやっぱカツラあると全然違うね。まずね、暑い、たまんない。もうあんまり画面には見えないけど、むちゃむちゃ汗かいてんのよ。カツラあるだけでこんな違うっていうぐらい、めっちゃブドウ落ちるやん。まあ、マイジャグは基本ね、ブドウ気にしなくていいジャグラーだと思うんだけども、まあ、ブドウを気にしなくていいカテゴリーのジャグラーか。
まあ、まあここまで落ちてくれるとありがたいよね。ただあと1個聞いてほしいんだけど、みんな今日めちゃめちゃショックなことがあったのよ。あのシンプルに萎えた、なんかへにゃへにゃってなったのよ。あの嘘だろ、ボーナスより前にベル。そう、あの中村屋総本山っていうね川越のラーメン屋さんがあるのよ。まあ私のツイッター見てくれてる方やったら、まあ月1ぐらいでずっとツイートしてたラーメン屋さんなんだけども、まあめちゃめちゃうまいの。もう煮干し系ラーメンのキングオブ煮干しみたいな、な完成形一つの。そのラーメン屋さん今日ねカメラマンさんともう絶対行きたいって、でカメラマンさん今日ね仙台にいたんですけど、仙台で昼飯も食わずにこのラーメンを食べる、そのスパイスを増やすために空腹のまま来て、で私も楽しみにして、まあ、今日はもう絶対ラーメン食うんだというつもりで行ったんですよ。でカメラマンさん車の中とかでもちゃんとツイッターで調べて、中村総本山エゴサというかナウサ、ナウサっていうんかなナウのリサーチをちゃんとしてやってたよって、1時間前にツイートを発見して、仕事帰りに寄ってみた、やっぱうまいわみたいなツイートを発見してやっとるぞと言ったら真っ暗、看板見た瞬間運転してたのに膝から崩れ落ちたからね、へたーってペターって頼むって。なんで今日ねちょっと正直ね100ウォンポイントを目指さなきゃいけないピスタチオとなんかなんだけど、正直あのメンタル的にはやられてる。うわー、投資1本です、投資1本、投資1本なんですけど、何ゲームもあった、やばいよ。263から打ち始めてまだコイン余ってるからね、1000円でやばくない。さあ行きましょう。さあ単独だぞ、ビッグがいい。3日後、絶対に中村へ食べます、決めました。もう絶対に早めに行きます、閉店チャンスなのにもう4時には川越待機お願いします。いやーいいね、ラッキー、1本で済みました。行きましょう、てってれてってって。いあーやっちゃったよ、やっちゃった、あーやっちゃった、島には絶対1人いるもんね、あーやっちゃった、ペカルは。いやすごいね、この4000枚出たんだ、4000枚出て約1500枚飲まれたんだ、そういう台ね。あやっぱでもワンビッグでよう回ってるっすもんね、200超えてるし。あしっくりこんな、でもなしっくりこないのよ。おまじない成功。見てここね、ここ光が入るからここを抑えなきゃいけないのよ。そう、何の講座、そうこういう光をかぶせると、手をかぶせるとしっかり取れる。1枚記念に取っとこう、あざっす。持ちコインでいけました、226、実際226、よし、あざっす、耐えた。さあ行きましょう、はい、てってれてってい。ああ見ます、見ましょうか、変わるかもしれないんでこれで回してみよう、行きます。変わらず、変わらずか、よし、あざっす。消える瞬間もまたいいね、ゴーゴーランプがね。おーおー、とっとファンキートークしてたら、しかも7ゲーム回して若干ブドウで増えた状態でのこれ完璧よ。くー、ここビッグだったら激アツだね、ここビッグだったら激アツ。左から行こう、あーまあ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 、いいよ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 、ありがとうありがとう。さあこれで閉店チャンスで有名な3の1現象、はい、ビッグ3レギュラー1引ければ、まあさすがによっぽどのコイン持ちがない限りはプラスで終われるっていうラインは踏みました。しかも投資が1本、心に余裕しかない。あとワンビッグとかなんか引けたらね、てか4ポイントも稼いでるよ、
中村屋に対してのもう愛がてってれててて、やっぱねこうするんよ。やっぱ人間っていうのは欲望がないとね頑張れないから、次回絶対食べるからね、絶対食べる。あの煮干しのスープをすする、俺はすする。いやあと2ポイント欲しいよな。どうしよう、こっからはあれする、リーチ目出してネジネジする。やべ、手離しちゃった。かーくそ、でもまあいいか、いいやいいやいいや。点滅してる点滅してる点滅してる、イエーイ、ビッグです、ビッグです、あざす、いいもん見れた、イエーイ。さあ202ゲームビッグボーナスで、多分このビッグ終わったら閉店チャンスの時間になると思うんで、ちょっと急いで回そう。はい、いきます。はい、こっからがですね、閉店5分前に大事な大事な閉店チャンス、いきます。マジでここでちょうだい、7ポイント乗せたいぜ。30秒か、いやでもワンチャンあると思うよ、ここの30秒がでかいの。うおりい、おい、やったぜ。ありがとうございます。さあどっちでしょう、見え、まあ、最後ちょっと 見せようか、もう大丈夫間に合うから、さすがに消化しきっておしまいです、行ってきます、さようなら、あざした。いいよ、このポイントが大事だから。86年生まれの私、閉店間際に閉店ポイントゲッツ。はーい、ということでこのレギュラーを消化して実戦終了したいと思います。閉店のアナウンス、はい、ありがとうございます。閉店、その通り結構、ありがとうございました。実戦終了です、お疲れ様です。いや、めちゃめちゃ楽しかったですね。閉店チャンスポイントも取れましたし、まあ、結果先言いますと、私投資が1本です。いや、早かった。早くはないんだけど、すっごい耐えて1本。はい、で、獲得した枚数が564枚ということで、プラスの514枚。大勝ちです。はい。で、まあ、プラス重視もいいんですけども、今回獲得したポイントですよ、ここがめちゃめちゃ大事なのよ。はい、私合計6ペカしております。そしてさらにですよ、プラス閉店チャンスポイントの1ポイントが加わって合計今回7ポイント。いや、まくったね、だいぶまくったっすよ。で、今回で15ポイント獲得したので、まあ、3回で平均5回ずつ5ポイントずつね稼いでおります。いやー素晴らしい、このペースでね104ポイントを目指して、このカツラとそして皆様への視聴者プレゼントも、追ってですね、私頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。それでは本日もあいうえお作文で締めさせていただきたいと思います。本日はですね、まあ、戻ってきた相棒カツラで生かしていただきたいと思います。完璧な煮干しスープとストレート麺、つらい、つらすぎた。来月収録4回あるけど4回とも全部行きます。ありがとうございました。